ドルさん。やっと願いは叶いました。この木の下で待っていればいつかきっとあなたが来てくれる、そう信じて毎日ここに来ていたんです。あなたを引き止めるつもりなんてありません。元気でいてくれたらそれだけでいいんです。力が必要なのです。アドルさん、お元気でしたか。レアです。あなたが持っている石板に書かれている通り、私たちは有翼人の王国エルディーンよりこの地にやってきました。あの黒い真珠とともに樹海の伝承を思い返してください。私たちと同じようにエルディーンを逃れ、太陽の仮面とともにセルセタに渡った有翼人たち、彼らの最後の子孫があのエルディール、
彼は今地下深く封印された太陽の仮面を再び呼び覚まそうとしています。そしてその力を引き出すために必要なのが月の仮面なのです。月の仮面は700年前、魔導士ジークファクトの手によってゼルセタ王朝より奪われ、彼と共にこのエステリアに渡りました。そしてジークは月の仮面の力を用いてラームを生み出したのです。2年前のラームの復活もその魔力によって生きながらえていた彼の仕業。そう、ジークファクトこそがあのダルクファクトの正体なのです。エルディールたちが必死で探している月の仮面、それを今あなたにお渡しします。隠された扉を見つけるマスクオブアイズ、月の仮面とは実はそのマスクのことなのです。何としてもその仮面だけは守り抜いてください。あ、アドゥーさん、誰か来ます。Thank you.
やはりやってきたか。月の仮面は持ってきただろうな。そう、この女を捕らえた。お前をおびき出すためその善人気取りがどこまで続き、ここで確かめさせてもらおう。アクトの血を引きし男キースよ、アドルを殺し月の仮面を奪い取るのだ。二人ともやめて。アドル死ぬなよ。キースさんはもう大丈夫です。これ以上、エステリアの人々の心を邪悪な者たちの好きにはさせません。私たちにできるのはここまでです。剣士アドルよ、あなただけが最後の頼りなのです。なんだ今のは。どうしたキース、立て。くそ、こうなったらこのガディス様が直々に相手してくれるわ。闇の一族の誇りにかけて貴様を生かしてこの塔から出さん。ぶっ殺してやる。闇の一族の誇りにかけて貴様を生かしてこの塔から出さん。ぶっ殺してやる。
ぶっ殺してやる！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 全軍退却だ！キースさん、大丈夫ですか？アドルさん、どうもありがとうございました。キースさんも多分これで。キース！リリア、無事だったか？ドギさん、お頭から聞いて急いで追ってきたんだ。一体何が起こったんだ？もう大丈夫だよ。ガディスとかいう男に変な術をかけられて、それでみんなすまない。僕は心を司る神官の子孫だというのに、その心を操られるなんて。もういいんです、キースさん。さあ下に降りましょう。今薬を飲ませたところだよ。そろそろ効いてくる頃だが。おじいちゃん。おお、キム、わしがわかるか。当たり前じゃないか。大げさだな、おじいちゃんは。ずっと動けなかったから退屈しちゃったよ。ちょっと遊んでこようっと。これ待つんじゃ、キム。危ないから村の外に出るんじゃないぞ。わかったな。まったく人の気も知らんで困ったやつじゃの。ま、元気になって何よりじゃわい。フレア先生、それにアドルさん、本当にありがとうございました。あなた方がいなかったら。とにかく間に合ってよかったよ。君はこれからどうするんだい？僕は。どけどけ！邪魔だ！ティム君は少し元気になりすぎたみたいだね。おや？うわ、なんだこいつ。くすぐったいな。あ、ほら待て。おい、ティム君、待つんだ。行ってしまった。
アドル君、ジェフさんたちには内緒でティム君を連れ戻してはくれないか。これ以上心配をかけたらかわいそうだからね。何、出て行ったばかりだからすぐに捕まるさ。お兄ちゃん、わかった。僕を連れ戻しに来たんでしょう。そうはいかないよ。
助けに来てやったぜ、アドル。まったく情けねえな。心配になってエステリアからはるばる来てみりゃこのざまはなんだ。いやな、カーラって女に水の村まで連れてきてもらったんだよ。そうしたらお前たちがこっちの方に向かったって言うから来てみりゃ、やっぱり俺がいないと。おじちゃん、誰？おめえだな。こんなところにアドルを連れ込んだのは。とにかく早いとこここから出ようぜ。離せよ。静かにしねえか。さあ行くぞ。待て！やっと邪魔者がいなくなったな。俺だよ。ダームの塔でお前にやられたガディスだよ。確かにあの時俺は死んだ。だがエルディール様に最後のチャンスをもらったのだ。今度こそお前の息の根を止めるためにな。ぶっ殺してやる！